早速リツゼン、皆さんこっちは高橋です。はい、今回はですね、皆さんにある文献を使って弓道で努力をするのは間違いであるという内容について詳しく解説をしていきます。この内容はですね、先にお話ししておくと、努力をする弓道が、無駄であるということは言いません。しかし努力をする弓道というものをやってしまったばっかりに成果が現れなくて、みんながストレスが溜まっちゃって自分の努力が報われないと勝手に嘆いてしまって、勝手に堕落してしまう、ストレスを溜めてしまう、人間関係が悪くなってしまう、いざこざが起こってしまうというわけのわからない問題になっているので、弓道はそもそもそういうものではないということを文献でご紹介するための動画でございます。はい、まず前提として、これはね、私、とある日にですね、弓道の、稽古をやってきたわけです。で、弓道の稽古をやっていて弓を持っていたら、ある人に話しかけられました。その話しかけられた人っていうのは、とある、動物ですね、動物を飼ってるペットショップの、おばあちゃんじゃないですけども、おばあちゃんから話しかけられたんですね。なんかそこの地元でなんかやってるんでしょうね、そういうので、そこで、あなた弓道やってるんですね、弓道ってめっちゃ大変ですよねっていう風に言われたんです。それどういうことですかっていうふうに聞かれたら、私実は若い頃弓道やりたかったんだと。で、若い頃弓道やりたくて弓道教室入ろうとしたんだけど、その時に先生にこういうふうに言われたんだと。修練のつもりで弓道に来てくださいと、なんか生優しい気持ちではなくて、真剣な気持ちで弓道をやってくださいというふうに言われたらしいです。はい、この言葉が完全に間違えてます。この言葉を流布している、全国の弓道関係者に、これはもう声を大にして言いたいんですけども、そんな弓道はございません。おそらくですね、弓道の運営者側から言うと、チャランポランで適当にやっているをやっている人間だと弓道が堕落してしまうから、努力をしてしっかりとした集中力を持って真面目に頑張っている人たちを集めたいと、そういう人たちが集まれば、なんかチャランポランでやってる人って勝手にやめちゃうけど、真面目にやってる人はなんか継続もしやすいし長続きするとかっていう、そういう理由も込めて、そういう修練、弓道は修練ありきだっていう風に言ってるかもしれませんが、その弓道は間違えてます。そういう弓道で体も心も酷使されて余裕がなくなって、ダメ出しとも食らって、ダメ出しされた内容もどんどん積み重なっていって直せなくなっちゃって、で、商談審査もどうやって受ければいい、受かればいいかも分かんないし、先生に言われたことも理解できないから苦しんでいってやめていくのが大半です。で、先生だけがね、あぐらかいてるわけですよ。俺らダメ出ししとっけしてって、なんかこうぐちゃぐちゃ言っておけば、俺らは何も言われへんから、でそういう理由でいつまでも低団の人たちを、ダメ指導という名の指摘、良いことを言っているという名のダメ出しをして、下の人を苦しめて、楽しているっていうのが現状です。違います。修練、弓道で修練があるっていうのは間違いです。本当の弓道、本当の正しい弓の引き方っていうのはどういう引き方なのかっていうのを、すっきり説明したいと思います。それは引けば引くほど引きたくなって、引けば引くほど体の筋肉が正しく伸ばされて、心と体が自然に整う弓道です。はい、これを提唱したのが梅地健南先生の武禅という雑誌です。この内容は私が専門的に解説をしていて、さらに、今週の土曜日にオンラインセミナー、これを使って詳しく解説します。その中の一部をちょっとご紹介したいと思うんですけども、これが今の弓道の先生が堕落している先生が一定数いる理由ですね。はい、ダメ出しだけしとるや、下の人たちが勝手に弓道は修練するもんだから先生の言われたことを真面目にやらなければいけないって勝手に思ってくれて、下の人たちが真面目に頑張って勝手に落ちてくれるんですよ。それで上の人はハッピーみたいな感じに思われてるだけですよ。いい加減そういう弓道を本も読まないで、ただやみこもに先生に従った内容をやって努力した気になるのはやめてください。なぜかというと、これを、この文章というのはですね、どういうふうに構えれば自然に弓が引けるようになるのかっていうのが書かれてあります。あるいはこういうふうに背中の微妙に伸ばし方が違うだけで全然弓の引き方が変わるといった内容であったり、こういうふうにもう目で見えて全然わかんないと思うんですけども、左手が吐けすぎてるとか、右手首がちょっと浮いてるとか、こんな微妙な違いまでわかるようになるんですよ、心と体が自然に整う弓道をやっていれば。ところが今の人たちって知的と表面的に精神的なダメ出しすれば
真面目に頑張ってる人たちって上の人に意見言わないので勝手に真面目に従ってくるんですよ。で真面目に従ってる人たちは上の人たちの養分になるわけです。そうなったらそうやって勝手に言うんですよ。修練するものだって、はい、これが間違えてます。その具体的な根拠となる一文をご紹介します。これは梅地健蘭先生という弓と禅を初めてつないだ先生ですね。この先生が、稽古をしていたわけです。その稽古をしていた時に田辺さんというですね、弟子が教え子がですねこの梅地健蘭先生の稽古を指導されている様子、はい、この様子を見るとですねもう5時間も6時間もかけて弓を教えていたとか、その間にいろんな人たちに会っていろんな流派の人たちに教えを請いていたとか道場の運営の仕方とかアドバイスされてるんですね。まさに不釈神明、正しいかどうかを誰々なんとか藩士が言ってるからこうに違いないとかっていう資格でもなく、こういうふうに文章が書いてあるからこうでというふうになんか権威のある文章に当てはめて正しさを証明するんじゃなくて、体を持って自分の体で証明できているっていうふうに書かれてあるんですね。そしてその文章の中に弓道というのは修練によって身につくのではなくて初めて弓によって心身が開発されて自己本来の大道を顕現するものであるということを理解した。もう一回言いますよ。弓道というのは道が修するにあらず弓によって心身を開発し自己本来の大道を顕現するって書いてあるんですよ。道を修するにあらずって書いてある。これがどういう意味なのかっていうと、弓道というのは上の人にこうしなさい、ああしなさい、これをやりながらこれをやりなさい、これをやりながらこれをやりなさい、はいここがダメだったここをやりなさい、ああやりなさいって言って頭の中でモヤモヤさせながら頭にストレスを抱えながらも緊張させながら一生懸命努力を頑張って道を極めていくんだではなくて、引けば引くほどどんどん筋肉が弓によって伸ばされていって伸ばされていって、あすっごい楽しく努力ができてる、楽しく努力ができた末に自分に自信が出てくるんです。自信が出てきて心も落ち着いてきて体も持って、俺は弾なんかなくても的中がなくたって、難しい本と強い弓と、心身落ち着いた状態さえ手に入れればいいじゃん状態になったら本来の自分のやりたいことが見つかるのが弓道。こういう弓道を全国の人は教えられなくなりました。クリアすることで五段から消防者になっていくとかっていうなんかわけのわからないですね、ルールの下で真面目な人にそういうのを植え付けさせてやらせているっていうのが現状ですよ。養分にされてますよ。だからそういうのを本気に従ってやってるんだったら、本当だったらこういう本を使ってですね仏教とか禅とか不思白神明とか無視である伸び合いとかで詰め合いであるってこういう難しいな複雑な内容を理解することによって社会であったり金融であったりビジネスであったりその他諸々の人間関係の深い問題を立ち向かえる精神や心を身につけるのが弓道なのに、段というなんか勝手上の人が勝手に決めた表面的な内容でしかないものに2時間も4時間も3時間も時間をかけるのを努力であり修練って言ってるのが弓道ですよ。こんなの弓道ではありません。残念ながら私が提唱するのはそういう努力をしたいんだったら養分にされる前に正しい弓の引き方を理解して正しい弓の引き方をあなたの道場に落とし込んでください。そうすればストレスかかることもなくあなたは本来の道を極めながら本当にその段を取ることができますし本当に適場を得ることができますし先生に言われたっていろんなことが直すことができるわけで変なところでストレスがかかんないんです。努力を努力だと思わないし直し方もわかるし自分の考え方がで弓を引けるようになりますので、ぜひともですねそういうふうな弓の引き方を勉強してください。それを勉強しなかったら弓道は努力したら勝手に上がるもんだっていうふうに思わされてるかもしれませんが、振り返ってみてください。あなたの教わっている弓道、あなたがその弓道の道場であったり学校であったり教わってる先生って何年弓道やってますか？おそらく10年やってたりとか7年、10年間弓道やってます、7年間弓道やってますって言ったらね、どんな分野においても大ベテランですよ。そんなに長くやってるって。それでこれ聞いてみてください。掛口十文字についてどう思いますか？教えてください。伸び合いについたらどういうふうにお考えですか？教えてください。自然な離れってどういうふうにやればできるかを教えてくださいと言ってみてください。絶対に答えられませんから。7年間も10年間も15年やって教えられる内容って1つか2つってそれどんな取り組み方してるんですかって。それよりも道場はなんかこうの先生はなんとかだからこうした方がいいとか、この先生は大敗はこういうふうに言ってた、あの先生だったり、そんな表面的で
基準もなくて根拠もなくて、なんかその先生がその時その時感覚で言ってた記憶に、その人も記憶で覚えてるか分かんないような知識なんか積み重なってたってしょうがないじゃないですか。何の意味があるんだよそんな弓道。そんな弓道をやって、それをあの道場をね、ずっと続けてしまったら、まあ、あなたは弓道うまくならないですし、むしろそれを正しいと思い込んで人にルフしてたら、もっと弓道は悪い方向に行ってしまいます。だから弓道をやるんだったら、正しい努力の仕方と正しい筋肉の伸ばし方と自然と心と体が整う身の引き方を実践してみてください。それの具体的な方法は概要欄にオンラインのセミナーの申し込み用紙を載せてますので、そちらを勉強してみてください。ありがとうございました。弓道の価値観を変えるチャンスはあなたに。次はあなたの番です。人は何歳でも強い夢を開くことができます。